ちゃいろんな必要なものがある。はい、皆さんこんにちは、レナです。タカです。エリティブログです。ドイツにいます。これ私の庭です。レナのお家の庭ですね。で、今はここでバーベキューをすることでパパがめちゃ忙しい。いいね、なんか庭がちゃんとあってさ、ここでバーベキューできるって超いいね。めっちゃ天気いいね。そうだね、この天気じゃないとその4月末にはバーベキューできないよ。寒いもんね。寒い。見て、めっちゃ火上がった。うん。うお、カメラのこのマイクが漏れたら面白いよ。見て、ママはキングだよ。何もしてないよ。何もせずにすごいね。そうだよ、ママイズはボスだね。そうそう。あ、出てくるんだ。何をやってるかと思ってたの。いや、わかんない、運動これで出てくるんだね、屋根が。いいね。おお。ドイツ人の女は働かねえな。なあ、見てみ。それは日本人の男に言われたくないよ。ママとレナを見てみ、これ。なんかもう座ってるよ。仕事は。いや、俺は今一人だよ。動画を撮るという仕事をしてるよ。じゃあそれは仕事じゃないよ。それは遊びです。ママはサラダを作ったからもう仕事は終わりと言ってます。キッシュがまだ残ってるから。美味しそうなキッシュあったね。だからキッシュを食べてサラダを食べてそれにお肉。絶対お腹いっぱいになる。そう。そしてビール。そしてビール。あ、ビール半秒ビアなくらー半秒ビア。なあ、怒られるよ、ビールないのって言われて。そうバイアンギプトス今ビアちなみにレナのお家の庭を紹介しましょうか。なんかメルヘンみたいな感じだよ、この枠があるから。ね、で、こういう鳥は飼ってないけど鳥の住むところとか、なんかアンティークの花瓶とかポットとかこういうのを集めるのがね、ママの趣味なんだよね。こういう昔のランプとかさ、ミシンとかすごいよね。わ、アイロンのレプリカみたいなのもある。レプリカじゃないよ。これ昔のアイロンなの。そうだよ。あ、この中に炭を入れて、そういうやり方なんだ。おお、空気送ってる。頭いいね。Very clever。今日はダメ。これ日本だとさ、うちわでパタ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 ってやって、やっぱりドイツ人はテクノロジーマニファクチャリングだね。テクノロジーじゃないでしょこれ。ヒューマンテクノロジー。ビールを取りに行きます。これしかないよ。これノンアルコール。ノンアルコールとあのダークビアと。あ、ダークビア大好き。でもいいや、一旦後でバーベキュー始まったら普通のビールの、はい、あ、ギネスもあるよ。あ、ギネスも飲んでいいよ。あ、ちなみにピルスなのよ。ノンアルコールでピルスなんだな。美味しいのかな。やば、開けたやつのままってるな。ではでは、これです。見て、皆さん、アルコールフライ、うん、では、いただきます。ノンアルコールなので酔っ払うことはないですが、本当に 0% かな。なんかドイツのノンアルコールビールは 3% とかそういうルールない大丈夫本当に 0%? 分かんない。じゃあいただきます。あ、本当だ。ん、日本のノンアルコールビールに近い。あの薄いんだけどちょっと変なお酒のビールのフレーバーは残りつつ、でもサラサラしてる水な感じ。まあなんか夏の暑い時に水代わりに飲むんだったら俺はいいと思う。あ、なんか喉乾いたんだけど。そうそうそう。でもあのドイツでよくある白ビールとか黒ビールとかのあの強いフレーバーが楽しみたい人は全然合わない。本当にサバサバしてる。バドワイザーみたいな感じ。うん、十分。こんないい天気で最高。I don't like it. Oh, you don't like it? ママはダメだって、ノンアルコールビール。Schmeckt gut? Schmeckt nach nichts. あんまり味しない。そう、味がない。サラサラ水の水。0.5% 以下って書いてある。やっぱ入ってる。やっぱドイツだと思ったわ俺本当に。だろうね。だから 0% じゃないよ。だから日本人だったらこれ飲んで酔っ払う人は全然いると思うよ。はい、これ飲んで運転してチェックされたら、うん、アウトになる可能性もあるし、ゼロじゃない可能性。お酒弱い人はこれで真っ赤になる可能性は全然あるので、皆さんドイツに来るときはノンアルコールビールに騙されないようにしてください。ちょっと入ってます。ちょっと入ってます。炭が出来上がりましたね。見てたか。あ、ママもお肉を持ってきてくれました。まずは手羽先とソーセージ。これ以外にも普通にヒレ肉とかも用意してあるので。そうだよ、ステーキだよ。最高ですね。
ドイツのソーセージ。うーん、じゃあソーセージと、なんかここの手羽先めっちゃでかいよ。何？あ、スパイス、スパイスが多すぎて、パパが注文したやつがない。じゃあ、オッケー、アフリカンラブ、これが、多分チキンにつけるかな。あ、めっちゃいい香り。うわ、めっちゃもう焼けてきたじゃん、見て。超美味しそう。Riecht aber schon gut. Mit der Dekai. Was ist das für Fleisch? Das eine ist Lende und das andere ist Entrecot. Oh, oiso! Sausage und also Salat und also Quiche und この キーシュめっちゃ美味しそうじゃない？でしょ？やばいよ。これえ、これ作ったの？ママが。二人で作ったよ。あ、レナと？そうだよ。すごい、これお店で出せるじゃん。Ein Bier für Taka. Ein Bier für die Eltern. もう手が足りない。Ein Bier für die Lena. あ、これあれじゃん。これはのノンビール。ちょっと甘いやつ。そう。私は好きだけど。ママがサラダをフィニッシュ。手が足りないけどね、タカが手伝ってくれないから。いや俺ね、カメラマンですから、ね、そうだよ。何も役に立たないよ。いや、皆さんにこの楽しさを伝えるのが俺の仕事ですから。はいはい、来ました、サラダも来ました。あ、お肉も焼き始めた。これは甘くて、本当に 0.0% のアルコールが入っている。カガマルツ。どんな色？ああ、でも黒ビールっぽいね。タカのビールも、これ、同じ色だよ。黒ビールだよ。7.3% だよ。アサンボク。見て、めっちゃ美味しそう。本当に黒だね。焦げてる色だもんね。うん。乾杯だけしますか？まだパパ焼いてるけどいいよ。ああ、じゃあパパを待つ。パパ別めと、アンチトースね。はい。そう。Prost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 。Nein。俺が知ってるのは Prost。それからツン。ツンボール。え、それ教えてないよ。どこで習ったの？ Prost。乾杯。Prost。乾杯。Prost。けんな。乾杯。乾杯。乾杯。ああ、これはビールだわ。交換する？うん。さっきのノンアルコールビールは火じゃないぐらい美味しい。ちょっとこれを飲むと、これめちゃめちゃ苦く感じる、うん、苦いよ。ジュースみたい。紅茶じゃん、午後の紅茶みたい。紅茶じゃねえ、砂糖いっぱい入ってんじゃない、これ砂糖いっぱい入ってる。いい、オッケー。あ、でも大丈夫、足りるみんな。あ、俺2でいいや、2で。ねね、サラダ最高。分けて、やっぱりドゥンケルビール大好きだわ。めっちゃおいしくない？焦げがまたおいしいよね。あれ、日本のソーセージと比べられないよ。うん、めちゃくちゃおいしい。お肉も来ました。美味しそう。いや、パーフェクト、パーフェクトだ。うん、あのお肉のサイズ全然違うでしょ、日本の。でかい、まあ、全部こうめっちゃ小さく切ってある。なんかめっちゃ、いや、おお、ベイクトチーズも来た。おおおおお、セカンド、でかっ。お肉がありすぎる。なんか海外のやっぱバーベキューってステーキがでかいイメージあったけど、イメージ通りでかかった。あ、でもこれめちゃめちゃめちゃ完璧に美味しそうだね。さすがパパプロだね。スパイス乗っけてるからね。そう、なんかいろんなスパイスを乗っけて、あの焼いたから、だからもうお肉とかチーズとか反応、うん、すごいじゃん、本当にパーフェクト焼き具合。ね、
美味しいでしょ。スパイスうまいでしょ。だってスパイスはさ、レナのお家の味付けってことでしょこれ。あ、そうだよ、うん、うまいわ。外カリカリだけど中ジューシーで肉汁がもう肉がなくなったか。まだあるよ。私シャンパンリンク。うん、キッシュゼアライカ。うまっ、うん、肉はもっと美味しいでしょ。美味しいか。シャオもある。あ、キッシュもある。手羽先、手羽先ね、めっちゃでかいよ。あ、やっと幸せのチキンで作られたと今言った。何幸せのチキンなんか外で歩いてた幸せだったチキン。そんなこと言われたら食べづらくなるから食べますけど日本人は逆にまそう言われあベンベンベンもうわかんない何語で喋ってるかわかりませんそうじゃなくて幸せな人生を過ごしたあつだったね、うん、めっちゃ熱い今出したばっかだから幸せだったけど焼かれて殺されて人間に食べられるってことでしょどんな感じ、うん、カリ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 でちゃんとスパイスの味がして美味しい。手で食べてもいいよ。うん、美味しいわ。このスパイスがやっぱ美味しい。ねえ、あばディキステ入るの？食べる？あばディアンダムスのアオンビシンレラベル。ちょっとね、辛いスパイス。エフルラメア、ヘンヘッシン。大丈夫。美味しい。アイマリア。スパイシー。めっちゃお腹いっぱいだよ。そう、だんだんお腹いっぱい。もう諦めるよ、私、うん、お腹いっぱいだよ。お腹いっぱい、ね、スーパースーパーフル。スーパースーパーフルだけど、デザートは？デザートも食べれない。無理無理無理。デザートはないと満足しないよ。無理無理無理。食べれるの？こっからデザートやばいよ、こっから食べれた。もちろん今日めっちゃ食べたよ。めっちゃ美味しかった。あのアイスクリームとかあるよ、たぶん。楽しみだね。2時間後。まあね、そんな感じで。ということで、ドイツのバーベキューめちゃめちゃ美味しかった。じゃあ日本とドイツのバーベキューの大きな違いは？肉の大きさかな。でしょうね。ステーキの一発の大きさが日本だとなんかさ、カルビをこういっぱい焼くとかじゃん。そう、すぐにできるようでしょ。そうそうそう。でもこっちのステーキバフォン、これぐらいのステーキをさ、ちゃんとスパイス塗って焼いてるから。スパイス塗ってもなんか、うん、だから自己流の味になるよね、うん、日本の場合味ついてるから、もともとでもなんか大体焼肉のタレ、そう、タレがついてるでしょ。この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。パパがピースしました。